さーて、今日もお仕事お仕事。って、何でしょうか、これ。黒猫の部屋5周年記念企画へのご招待。って、こんばん、5周年地獄の案内人、ゴキちゃんだぜ。のんきに挨拶してる場合じゃないわよ。さっさと飾り付け終わらせないと。なんでこんな中途半端な状態で招待状出しちゃったのよ。悪い悪い、テンション上がっちまって。みんな、いつも黒猫の部屋を応援してくれてありがとう。今日で黒猫の部屋は5周年を迎えるんだってよ。すげえな。俺は新参者だけど、ファミリーのみんなに何かお礼ができないかと思って特別な企画を用意したんだ。楽しみにしててくれ。それじゃ、行ってみよう。ここですね。一体誰が。おお、来たな、一星さん。ゴクちゃん？この招待状ってまさか。その通り。黒猫の部屋5周年をささやかだけど俺がお祝いしようと思ってな。まあそんな、嬉しいです。ありがとうございます。他には誰を招待したんですか？とりあえず一星さんだけだぜ。それってどういう。今日の俺からのお祝いは黒猫の部屋メンバーじゃなくて黒猫の部屋ファミリーのみんなへなんだ。そしてみんなからコメントでたくさん届いていたのが、案内人さんたちのプロフィールが知りたいだったんだよ。というわけで、黒猫の部屋5周年記念動画メンバーに突撃インタビュー、案内人さん編だ。質問事項もまとめてきたぜ。さあそこに座って飲み食いしながらでいいからよ。まさかこんな企画が動いているとは。統括主任に許可は取ってるんですか？私今日も普通に仕事なんですよ。大丈夫だ、1時間もらってやる。用意周到な。諦めて質問に答えてくれや、一星さん。一星さんが公表してるプロフィールってあるのか？考えてみれば、詳細なプロフィールを皆さんにお教えしたことはありませんね。でも生前についてはたまに触れることがあります。じゃあひとまず一星さんの生前について教えてくれ。わかりました。まず私の本名はアスカと言います。そして生前はその歌手として芸能活動をしていました。一星さん芸能人だったの？超意外なんだけど。どういう意味ですか？いや、別に見た目どうこうじゃなくて、性格的っつうか。一星さんって真面目な院長タイプだと思ってたからさ。まあ、あながち間違いではありませんが、友達の付き添いでオーディションを受けたら受かっちゃったんです。受かったからには一生懸命やらなくちゃと。あははは、それまた一星さんらしい理由だな。でも、どうして死んじゃったんだ？一星さん見た目が若いだろ。闇の世界の姿は基本狂年の姿になる。もちろんコントロールで若く見せることもできるが、一星さんからは見た目を変えている感じがしないな。おっしゃる通り、私は23歳でこの世を去りました。若いな。病気か何かか？生前ゲスト出演したオカルト番組で童謡サッチャンにまつわる都市伝説を立証するという意図で、歌うと呪われるとされるさっちゃんの4番目の歌詞を歌わされたんです。その時スタッフさんから何かあってはいけないからとお守りのバナナを渡されました。でもうっかりそれをテレビ局に忘れてしまったんです。結果として私はさっちゃんの呪いにかかってしまい、その夜自宅で眠っていたところをさっちゃんに襲われて、両足とついでに命も奪われたというわけです。ひゃー、おっかねー。あいつらついでっつってえぐいことしやがるな。本当ですよね。でも呪いなんてみんな信じていなかったし、事務所もノリノリだったので断ることはできませんでした。それ現世で話題になったんじゃねえの？ミステリー案内人になってから現世で自分のことについて調べたことがありますが、かなり大々的に報じられたみたいです。当時それなりに知名度はありましたので、明確な死因はわからないまま自宅で不審死を遂げたとあれば、
マスコミやファンが放っておくことはありません。結果番組は打ち切り、テレビ局も事務所も対応に苦慮したみたいですね。面白半分で呪いに手を出した罰ってわけだな。それじゃあ改めて一斉さんのプロフィールについて教えてくれ。はい、名前は先ほど言ったようにアスカ、アスに桜でアスカです。誕生日は3月26日です。おお、春生まれだから桜なんだな。ちなみに翌日の27日が桜の日なので、明日桜でアスカっていう感じになったみたいですよ。ダジャレかよ。気に入ってるのでいいんですけどね。あとは身長は23歳の時のままなので158センチですね。血液型は A 型です。日本人ってプロフィールで必ず血液型も答えるの面白いよな。確かに海外ではあまり聞かないですよね。海外でむしろ血液型を聞くなんて、俺の血液を狙ってるのかこいつってすげえ不審に思われて警戒されるぜ多分。それは海外では血液型には触れないのが基地ですね。話がそれたな。ここで一度一斉さんのプロフィールをまとめるぜ。アスカ、3月26日生まれ、身長158センチ、A 型、享年23歳。生前は歌手で、さっちゃんの呪いを受けて死亡っと。で、死後闇の世界に来て立派な案内人になったわけだが、なんで案内人になろうと思ったんだ？もともとオカルトやミステリーが好きだったのもありますが、かつてここの担当だった先輩案内人さんがとても素敵な方だったんです。私もこの人みたいになりたいなと思って成仏せずに試験を受けることにしました。なるほどな。でも人間からしたら案内人試験って鬼ムズなんだろ？そうですよ。そもそも1週間そこらで一発合格のゴクちゃんがどうかしてるんですからね。悪い悪い。難易度で言うと具体的にどのくらいなんだ？そうですね、現世の難関大学にマサチューセッツ工学大学というものがあります。そこに入学するよりも倍率も難易度も高いんです。そんなにか？案内人業務は闇の世界、現世で起こる事件、怪事件の調査だけでなく、闇の治安維持パトロール、住民の悩み相談、ファミリーの皆さんへ怪談を披露することなど、とにかくやることが多いんです。なので闇の世界に関する筆記、魔法の実技、パトロールによる実技、最終面接という4段階の試験を通過して、ようやく案内人として許可を与えられるんですよ。そういやそんな感じだったな。くそ、元打天使のハイスペックが憎い。まあそんだけ苦労したってことだよな。コツエなんて目指し始めて数年経つのにまだ全然だろ。むしろ数年で受かる方がどうかしてるんです。100年単位の長い目で見ないといけませんね。かー、先の長い話だな。途中で成仏したくなったらどうするんだよ。それはもちろん本人の意思ですし、実際成仏していった方々の方が多いんです。ゴクちゃんが案内人になる前、コツエさんにはゾーンさんというゾンビの相棒がいたんですけど、彼も転生していきましたからね。今は派手ギャルやってんだっけ？次闇の世界に来た時はコツエと女子会なんてできたら楽しそうじゃねえか。こちらとしてはなるべく長生きしていただきたいですけどね。おっと、また話が逸れてしまいました。あとは案内人試験に合格すると、骸骨から生前の見た目に戻ることができるんです。なのでコツエさんもミステリー案内人になれれば生前の姿に戻ることができるので、それもモチベーションではないでしょうか。そっか、闇の世界に来るときみんな骨なんだよな。すっかり忘れてた。地獄に落ちる人たちもみんなゾンビか骸骨でしょ？そうなんだけど、拷問してると拷問相手がどんな姿でも同じだからな。そういうところはちょっとカカオに通じる何かを感じますね。あんなサイコパス殺し屋と一緒にすんな。それで質問はこれでおしまいでしょうか？あん？ちょっと待ってくれ。プロフィールはオッケーだろ？あとは、ああこれこれ、案内人さんの一日ルーティーンが知りたいってよ。私の一日のルーティーンですか？
そんな YouTuber じゃないんですから。まあ世の流行りってやつだ。それじゃあ一丁魔法でぷよぷよぷよのぷよ。これ私の部屋ですか？そうだぜ。うまくできてるか？うまくっていうか完璧っていうか。あ、ちょっと待ってください。どうやって私の部屋を？あ、千里眼。こんな元打天使は変なことに力を無駄遣いしないでください。まあまあ。それじゃあ今起きたって想定で行きたいから、パジャマに着替えてベッドに入ってくれ。そこまでこだわるんですか？やるからには徹底的にだ。さあほらほら。もうこれゴクちゃんのもやるんですよね？そう。とりあえず一星さんが終わったら次はアルカラムの子供たちを予定してるけど、その次はまたリクエストがあり次第だな。皆さん絶対ゴクちゃんにリクエスト出してください。仕返しさせてください。俺より統括主任の方が人気だと思うけどな。二人の恋路について知りたいって声がわんさか届いてるみたいだけど。さあ始めましょうか。案内人の一日ルーティン。統括主任を掘るのも楽しみだな。一星さんの一日ルーティン。アスカ、朝よ。あれ、ベッドに入っただけのつもりが本当に寝ちゃってた。何言ってるの？寝ぼけてるの？早く支度しないと遅れるわよ。あれ？あ、でも本当に早く支度しないと。闇の世界に朝昼晩の概念はあまりないのですが、仕事があるので現世の時間に合わせて活動しています。なので私は毎朝6時半に起床、身支度を整えて朝食を食べ、7時45分には自宅を出るようにしています。ちなみに朝ごはんは和食派です。おはようございます。朝闇の世界の案内人が集まる場所へ集合し、一日の仕事連絡を受け取ります。ここは現世でいうところの案内人本社という感じですね。闇の世界は終わりがなく果てしない空間なので、あらゆる場所に案内人の使者があって、本社から様々な情報が共有されます。私は案内人になってからまだ移動を経験していないので、ずっとこの地区担当です。ちなみに三星さんが子供未来科へ移動になりましたよね。あそこは本当に遠いので、めったに会いに行くことはできません。あ、でもゴクちゃんの力を借りたらあっという間なのかしら。今度聞いてみましょう。よし、今日はパトロールからですね。出発です。そして一日の仕事を確認したら、それぞれの仕事へと向かいます。私は今日担当地区のパトロールをした後、お昼休憩です。ここのアナコンダ丼最高に美味しいですね。案内人さんって時々びっくりするようなメニュー頼むわよね。この前もホウジロザメの漬け丼とか頼んでたし。案内人のお仕事はハイカロリーですからね。もりもり食べないと倒れちゃいます。その後は闇の世界の危険区域のパトロールへ向かいます。その後報告書をまとめて提出し、退勤という形ですね。皆さんにお話を披露していない時はこんな風にお仕事をしているんですよ。そして夜お家に帰ってきたら、束の間の自由時間です。ふぁ、サボらずしっかりやるのよ。モコが日々監視してくれているおかげでお肌はツルツルですよ。私は意外とズボラな方なんですが、モコがこうやって厳しくスキンケアをチェックしてくれるので、皆さんの前に出ても恥ずかしくない程度にはキープできているかなと思います。今日食べたアナコンダ丼が最高でしたっと。アスカ、そろそろ寝なさい。はーい。だいたい日付が変わる前には休むようにしています。これがスタンダードな案内人の一日ですね。それではバイバイチー。おー、一星さん、本当に寝るなよ。あれ、俺の魔法で一日ルーティンの様子を再現してもらったんだよ。リアルな一日が見られて楽しかったぜ。はぁ、道理で起きた時何か変だなとは思ったんです。まさかゴークちゃんの魔法だったとは。
もう魔法をこんなことに使っちゃダメじゃないですか。なんでだよ、一世さんもよく言ってるだろ、黒猫ファミリーの皆さんを楽しませることが何より大事って。うん、そりゃそうなんですけど。いやー、大収穫だったぜ、ありがとうな。もうごまかされませんからね。それより次はカカオたちにインタビューするんですよね。おお、一世さんも一緒に聞くか。ぜひ。ん？なんだいこれ。危険物ではなさそうだけど。至急確認。じゃあ私が読んであげる。なになに？黒猫の部屋5周年記念企画へのご招待。うわ！よく来たな、アルカラム一族4兄弟。いらっしゃいませ。おや、案内人さんじゃないか、久しぶりだね。知り合い？ちょっとね、どこかで見たことあるような。危険な場所？いいえ、招待状に書かれていた通り、黒猫の部屋5周年を記念して皆さんにいろいろ聞きたいことがあるんです。改めまして、私は闇の世界のミステリー案内人一世、そして彼は地獄の案内人ゴクちゃんです。よろしく頼むぜ。なんだかよくわからないけど、僕らはこう見えて殺し屋だから、教えられることは限られているよ。そうね、抵抗しても無駄そうだから逃げたりはしないけど。お母さんからもきつく言われてるしね。秘密主義。でも俺が調べた情報だと、カカオは10月2日生まれなんだろ。え？ああ、それ嘘だよ。嘘？お兄ちゃんがよく使ってる偽誕生日だね。皆さん、いつも応援してくれている黒猫ファミリーの皆さんへ感謝を込めた特別企画なんです。基本的なことだけでも教えていただけませんか？どうする姉さん、アルカラム一族はその場の年長者の決定に従う掟だ。私はもう家を出てるんだけどね。でも長女に変わりはないにゃ。同意。はあ、しょうがないわね。じゃあまあ、お受けしましょう。ただし、ノーなことは何を言われてもノーだからね。ありがとうございます。おっしゃ！じゃあまず4人の誕生日から教えてもらおうかな。僕らはみんな7月7日生まれだよ。で、え、はい、全員？んなことあるかよ。私が7月7日に生まれたのは偶然よ。ね、その日がワールドチョコレートデーだったから、チョコレートに関する名前にしましょうってなったの。両親が砂糖に関する名前だからちょうどいいわねって。なるほど、名前にはちゃんと由来があったんですね。で、その後は全員7月7日に生まれるようにコントロールして妊娠出産したって言ってた。おめえらの母ちゃん、いろいろやばすぎだろ。ちなみにビターは養子だから、本当の誕生日は別にあるのよね。孤児だから誕生日不明。いいじゃん、うちの子に変わりはないんだし。でも過去の動画でそれぞれ個別に誕生日をお祝いされていましたよね。子供の頃いっぺんにお祝いされるのが嫌すぎて、みんなで抗議した結果、本当の誕生日とは別の誕生日を一個作ったの。それが偽誕生日。私は8月10日。私は2月14日。僕は3月14日。なるほど、そういうことだったんですね。偽誕生日は誰が決めたんですか？くじ引き。適当だな。あ、誕生日はみんな一緒だけど、子供の血液型はみんなバラバラだね。母さんが AB、父さんが A だからね。となると？私が A 型。僕が AB 型。O 型。私は B 型！見事にバラッバラだな。ん？この組み合わせだと O 型は生まれないような。ああ、ビターが養子だからということですか？ご明察。普段は A 型名乗ってる。でもいいバランスだと思いますよ。それにそれぞれの血液型もなんか納得ですね。母親とカカオが AB ってのがな。やっぱり大魔王の血を色濃く継いでるってところか。君、僕のこと知ってるのかい？まあいいけど。やっべ、
下手なこと言わないようにしねえと。誕生日と血液型と、あと何かしら。あ、身長とか？うふ、僕らは不思議なことに身長がほぼ同じなんだよね。もっと伸びたかったんだけどな。ちなみにシュガーとシュクレは何センチなんですか？母さんが168センチ、父さんが170センチ。お前たちはどうなるんだ？168センチ。同じく。170センチ。165センチだよ。なるほど。確かに皆さんほとんど変わらないんですね。だから私とガーナが見た目を入れ替えて任務に行くこともあるし、私がカカオのふりをして潜入することもある。この身長の近さは利点ね。顔がそっくりなのはまあ、母さんというか、アルカラム一族の遺伝の強さということで。誕生日、血液型、身長まで出したのは初めてじゃないのかい？待て待て、まだ聞きたいことがあるんだよ。お前ら今何歳なんだ？確かに聞いたことがありませんね。ふふ、悪いがそれはトップシークレットだ。母さんからも年齢だけは言わないように言われているわね。理由はよくわかんないんだけどね。ちぇ、つまんねえな。ふふ、それは次の記念動画に撮っておこうじゃないか。じゃあまあ答えられる範囲でいいから質問に答えてもらおうかな。その1、今までで一番手こずったターゲットは？これは多分満場一致じゃない？多分ね。それじゃあ、せーの、エンド。おお、ぴったり。エンドってのはサイコパスピエロのことか。その通り。俺はあんまり詳しくねえんだけど、何したんだ？かいつまむと父さんに異常なまでに執着して、自分自身が父さんになれないから、父さんの遺伝子を持った女性と子供を作ろう。父さんと一番似ている子がいいな。ショコラがいいな。ショコラ誘拐しようみたいな。金毛！それで私は家族を裏切って、エンド側についたわ。ま、紆余曲折あって裏切りは一族を守るためということになり、お咎めはなしになったんだけど、けじめをつけるために今は一族の外で暮らしてる。僕も付き添い。なるほどな。アルカラム一族にとって大きな転換期だったわけだ。じゃあ次の質問だ。シュガーとシュクレ、戦ったら強いのはどっちだと思う？これって前世紀の二人の話？それで構わないぜ。それなら意外と父さんだと思うよ。わかる。お父さんの超感覚はお母さん持ってないもんね。お見合いの時点で母さんが父さんを仕留められなかったのに対して父さんは意外と余裕だったって聞いたわ。母さんも父さんは肘をつかせることができなかった数少ない人間だって。へえ、それはいいね。二人のガチバトル見てみたかったよ。あ、私からも質問です。ショコラとビターは殺し屋から足を洗いましたが、カカオとガーナは殺し屋以外になるなら何になりたいですか？世界中のチョコレートを食べ歩く職業がいいね。私は普通のお嫁さんか、少女漫画家かな。お嫁さんって、あんたね。ハルカラム一族は結婚相手が決められているんでしたっけ？そうよ。だから恋するだけ無駄なの。ええ、やだやだ。優しくてシュッとしたイケメンがいい。姉さんにタイプってあるのかい？そうね。私と同じレベルで話せる人間がいいからバーカは論外よ。あとできるなら父さんみたいに穏やかな人がいいわね。そういうお兄ちゃんたちはどうなの？僕は僕を自由にしてくれる人がいいな。束縛なんて1ミリもしない人。ビターはノーコメント。一人だけ逃がさないわよ。答えなさいよ。優しくてよく笑う人。こうして話していると皆さんもまだまだお若いですね。だな。と、そろそろ時間だ。黒猫ファミリーのみんな、知りたいことは分かったか？もしかしたらまたこういう質問に答える企画をやるかもしれないから、たくさんコメントしていってくれ。それじゃあ、せーの、バイバイチー。